皆さんおはようございます、ジュゴンです。ということで FIFA22 今週の TOTW のお時間です。ということで、8週目のね TOTW みたいなんですけど、まあ動画自体は初めてやるんで、まあ需要がどれぐらいあるのかよく分かっておりませんが、やっていきたいと思います。はい、では早速どういう選手が選ばれたのかチェックしていきましょう。今回はこちらの23名が選ばれたという形です。一番総合値の高い選手はネイマールですね。それからゴレツカだったり、カンセロ、ゴールキーパーゾマーだったり、あとアクーニャなんかも選ばれましたね。ルイス・アルベルト・アスパスとかも選ばれてます。エンクンクもいますね。はい、真下の方を見るとミランのタタヌシャルだったり、ベンフィカのエベルトン、あと日本人選手でいうと F ・マリノスの小池選手も選ばれてます。はい、公式の文章を読んでいくと、今週はポジションチェンジが多く入ってるっていうみたいなんですけど、もともと自分はまだポジション全然覚えられてないんでピンとは来ていませんが、かなりポジションが変わっている選手が多いんですかね。はい、ということで、ネイマールが今回初めて選ばれたみたいなんで、ぜひこのあたりチェックしていただくといいのかなと思います。そしてこちらもう一つですね、コンパニオンの最新アップデートを実施しましたということで、変更点は以下の通りということで、以下の問題が修正されましたと。注目の週間最優秀チームで星の UI がわずかにぼやけて表示されていたそうです。そして一部パックで、マイパック画面にカウントダウンタイマーが正しく表示されていなかったそう。この問題はビジュアルにしか影響がありませんということです。はい、ということなんでかなりね、細かい内容ですけど、この辺が修正されたようです。はい、ということで、まあ、今週の目玉やはりネイマールだと思うんで、ぜひ使いたいという方は獲得目指してみてください。はい、ということで、こちらのチャンネルは FIFA22 のいろんな情報をね紹介していくチャンネルです。毎週このような形で動画上げようかなと思っているんですが、まあね、需要があるか次第です。はい、木曜日の朝に投稿する予定なので、木曜日朝の出勤のお供にぜひ、まあ、聞くだけでもね、よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。